時刻は12時46分。ラジオネームドゥパンプさんからランチタイムメールです。今日は朝から畑で作業する農家さんの撮影をしています。群馬県の地産地消を支える皆さんの作業を動画で記録するためです。農家の皆さんからカメラで記録してもらうと、俺たちも励みになるよと喜んでいただいているようです。からっ風の中で安心安全で美味しいものを作るために地道な作業をしている農家さんのことを多くの人たちに知っていただきたいと願っていますというメールです。本当ですよね。寒くても暑くても、どんなに風の日でも雪が降っても、私たちがねいただくものを本当に作っていただくっていうことですからね、改めて感謝しなきゃですよね。あの週末ですね、JA ファーマーズというね、その生産者の、いろんな生産者の皆さんの作ったものが並ぶっていう、それが魅力のスーパーマーケットですけど、そこに行ってきてね、楽しいですねあそこね。あの白菜は同じ生産者の人だけじゃなくてね、白菜だけでもいろんなね市から届いたり、いろんな村から届いたりね、いろんなお家から届いたりしてて、形も違くて大きさも違くて値段も違くて、自分の目でねどの農家さんのものにしようかななんて選べるのもね、また楽しさの一つですよね。改めてね、あ、こういったいろんな方のねおかげでね、私たちは食べられてるんだなっていうのもね分かった週末でございました。トゥーパンプスさん、改めてありがとうございました。